ちは。今日は今からアンテナの取り付けします。スライダーの準備から始めます。そこにつけます。こちらの型みたいにつけます。アンテナはこちらの平面アンテナを取り付けます。これです。20素子です。ベースがあるとあのセイタみたいになる。そうそうそう、それをつけてやるんですよ、ビスで。で、それつけたら縁にコーキングを塗ってここにカチャってはめれるようになってくるんで、こちらのチェッカーを使って取り付けします。はい、どうぞどうぞ。心境はどうですか？危ないと思ったら降りてきてみる。怖いと思ったら。でもここすげえ立てやすいけん。どこらへん？上上、全然上よ。てっぺんよ。約てっぺんよ。上から3段目か4段目に足が行ったら見える。正面に十字架が。変わろうか。一回十字架見て。見えた？変わろうか。ビス打ち切れ。力いるよ。よし。チャレンジだ。一発さえ打ってくれたら、あ、やっぱ無理と思って降りてきてもらっていいって。もういいや。おお、いいね。いいよ、もうそれでいいよ。じゃあ、あ、いいよ、それでいいよ、降りてきて。ほら、みんな一緒よ。ほら、まあ慣れるよ、慣れ、これも慣れやけど。こんぐらいやったらもういい。うん、で、それはすごい。それはもう腹くくらない。揺れるやん。揺れるよ。その揺れる点、力が逃げる点、倒れんと。まあでもできたよ。できたかできカーピーとかもうすごかったけど最初。いや上等上等。下から見たらそんなんやけどさ。うん。上に行けば行くほどと思うやん。はい、サイドレンガ使っていきます。頑張れ。いけそう？大丈夫、スライダーを信じて。は？あー、吹いてきた。
線も接続を変えて、朝は雨が降ってましたけど、お昼から天気が良かったので良かったです。室内でチェックしていきます。アンテナの部屋でレベルをチェックしたら来てなかったので、2階の天井裏を見たらこの分配器のところの線が外れてました。以前住んでた人が光テレビかなんかにしてらっしゃったので、おそらくそういう設備でこういう風になってたんだと思います。ここを元に戻していきたいと思います。元に戻しました。もう一回テストしていきます。